プラテンセ FC は、ホンジョラスコルテス県プエルトコルテスを本拠地とする、サッカークラブ。クラブは1960年7月4日に創設され、1965年、ホンジョラスリーグ初代王者となった。ホームスタジアムは、エスタデオエクセルシオール。エスタデオエクセルシオールでのトレーニング風景1960年7月4日、プラテンセスポーツクラブとして設立。 クラブ名は、レーランド、バンフィールド、マガリアネス、プラテンセの中から、設立メンバーによって選ばれ、プラテンセに決定した。はじめは、テラ鉄道会社によるサポートを受けており、クラブメンバーの大半がこの会社に雇われていた。彼らは、会社の給与に加えて、契約の一部として、チケット販売からも給与を受ける、等特別待遇が与えられていた。 そのため選手たちの練習や公式戦でのやる気を100%にすることができた。1964年にホンジュラスリーグが創設されると CD プラテンセは10のオリジナルクラブの一つとして名を連ねた。1965年のリーグを制覇し、ホンジュラスリーグ初代を王者に輝いた。その後、二度目の優勝は36年後の2000から01シーズンであった。 レギュラーシーズンを2位で終えると、プレーオフ決勝戦では、レギュラーシーズン主位で、国内で最も人気のある CD オリンピアと対戦。ホームでの初戦は、アルゼンチン人選手、マルセロ・ベロンのゴールにより1から0で勝利。敵地での第2戦は1から0でオリンピアが制したため、延長戦に突入。ロニー・モラレスが、ゴールデンゴールを決め、2度目のリーグ優勝を果たした。年月、 リーグ再開となり2部リーグへの降格が決まったが、CD カ格差と合併し、プラテンセーフシートチーム名を改め、1部リーグに残留した。ありがとうございます。